案内いたします。列車はただいま尼崎駅を通過いたしまして、およそ5分で終点大阪に着きます。お出口は右側10番乗り場の到着です。大阪でお降りのお客様はお荷物お忘れ物ないようご支度をお願いいたします。ご案内いたします。大阪環状線をご利用のお客様、西九条弁天町から天王寺方面は1番乗り場、京橋鶴橋から天王寺方面へお越しのお客様は2番乗り場です。環状線乗り場へお越しください。この先新大阪高槻京都方面の JR 京都線は、新快速電車京都方面安井行きは8番乗り場へお越しください。東淀川吹田千里丘方面、普通電車をご利用のお客様は7番乗り場です。 JR 京都線は7番8番乗り場へお越しください。新大阪から新幹線ご利用のお客様は JR 京都線の電車で次の新大阪駅へお越しください。北陸方面は特急サンダーバード45号富山行き20時56分11番乗り場からです。阪急線、阪神線、地下鉄線はお乗り換えです。今日は山陰霞からの特急浜風6号をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用心よりお待ち申し上げております。また本日は JR 神戸線姫路別所曽根間の踏切の遮断棒が折れておりましたため前の電車が遅れておりました。その影響で大阪駅約3分遅れで到着をいたします。到着遅れましたことをお詫びいたします。列車はおよそ3分遅れて大阪駅に到着をいたします。お出口右側10番乗り場の到着です。降りの際はホームとの段差に十分ご注意ください。車内にはお忘れ物ございませんよう今一度お確かめください。快速列車に発車します。ご注意ください。